久保さん、久保さん、あのですね、鹿児島は梅雨入りしたのかわかんないですけど、まあ、ひたすら雨なんですよで。また雨降ってきたんですけど、さっき僕、買い物行ってたんですけど、なんかね、ちょっと晴れたんですよ、ちょっと、<laughs> 久しぶりに雲からですね、青空が見えて、めちゃめちゃ綺麗だなと思って。 めちゃめちゃ綺麗だったんですけど、まあ、あの車で運転してて止めて、まあ、写真撮ってすぐインスタにアップしたんですけど、まあ、何が言いたいかっていうとまあ人生ってずっと雨ではないと思いますまあ今雨だったとしても晴れは来るとでも多くの人っていや俺はずっとダメだよとかねじゃあそれがじゃあ100歩譲ってですよじゃあそれが 80年続くのかとずっとダメなことが100 80年続くのかとうんどうなんですかね <laughs> いやじゃあ何もいいことが一日もないのかとなことはないと思うんですよねだから結局そのなんだろうなまあ不安だったりとか挑戦できないとかうん,なんかいろいろあるんですけどもうんまあ今日ねブログの記事にも書きましたけど 前に進まないと何も始まらないんですよね。前に進ま,ない,前に進まないと。で、前に進んでる人だけが、うん、晴れを手に入れられる可能性があるってことですね。だから久保さんの今回の話で言うならば、もし久保さんがネットビジネスを選ばず、えー、人から雇われるとか、給料をもらうという生活をしていたら、まあ、間違いなく今の晴れは訪れなかったと思います。うん、だからまあ まあこの動画見られてる方はね、まあ、間違いなくそのネットビジネスは知ってると思いますしじゃあそこの道を歩むのか歩まないのかは僕じゃないんですよね、はい、僕は歩み続けますけど、うん、久保さんも結局そこをやってなかったらねあの今ないですから、うん、だからどの道を歩く,歩くかによって景色は違うでしょうどの景色見たいですかと。 人生においてどんな景色を見たいですかとでも歩く道が違ければ景色も違いますどんな景色を見たいですかどんな景色を見たいですか <laughs> その景色が晴れ晴れしてる景色を見たいんだったら違う道を歩くしかないですね鹿児島に来ないと鹿児島でしか見れないすごい綺麗な空だったりとかすごい綺麗な夕焼けだったりとか 見れないですね東京じゃ僕東京で見たことないですもんあんな綺麗な空うんだからどこで見るかによって変わりません景色っていうのはうんはいということでいってらっしゃい